皆さんには推しの声優がいますか？今やアニメや映画などの吹き替えだけでなく、歌手や俳優、タレントなど様々な分野で活躍している声優、職業としても人気で注目を集めています。そんな声優の中には育ちが良いと言われるお金持ちがいるそうです。そこで今回は実家がお金持ちの女性声優について調査しました。実家がお金持ちの女性声優をご紹介します。一人目は遠山奈央さんです。遠山奈央さんは声優として大活躍中で、最近では2018年にビートレスのレイシア役やゆるキャンのシマリン役を務め、2019年3月9日に第13回声優アワードで助演女優賞とゲーム賞を受賞しています。遠山奈央さんの実家について調べてみると、以前インタビューで実家がオートロックで鍵を忘れた際に締め出され、近くのスターバックスに行ったことがあるというエピソードを話していました。家がオートロックで、高校生の頃に声優養成所に通い、早稲田大学に入学しているということで、実家はかなりのお金持ちなのかもしれないと噂になりました。また家から締め出されたということで、ご両親がお仕事で不在になることが多いのかもしれません。詳しい情報はなかなか見つけることができませんでしたが、金色モザイクイベント時のインタビューで、父親が帰国子女で小さい頃は父が英語で話して母が日本語で返すというような家庭環境であったと語っています。帰国子女で英語ができるという話から、その父親も総合商社や大手メーカーの社員だったと想像できます。なかなかこれといった情報が出ていませんでしたが、某掲示板で有力な情報が出てきました。それというのも、農林中央金庫常務理事遠山克幸さん、東京大学法学部卒という情報です。一部では社長説もありましたが、零細企業の社長で情報が拾えなかったことと、中小企業レベルであれば検索で見つかるので、その線も消えます。それに遠山さんが声優をやりたいと言った際、最低学歴が早稲田大学文化構想学部という時点で、親が自分より高い学歴を提示する例は少ないと考えられ、東大や旧帝国大学クラスの学歴でなければ言わないと思うので、確度は高いと言われています。親が金融機関であれば、お嬢様のような生活もうなずけることや、農林中金の遠山さんもずっと東京勤務だったみたいなので、可能性は高いです。お嬢様で高学歴な声優といえば、名前が上がりやすい遠山奈央さん、今後の活躍も楽しみです。二人目は早見沙織さんです。俺の妹がこんなに可愛いわけがないの新垣綾瀬役や、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの鶴見千里子役、やはり俺の青春ラブコメは間違っているの雪の下雪の役などで知られる早見沙織さん、ネット上でお嬢様との声が多数寄せられています。幼稚園から高校途中まで都内にある白百合学園に通っていました。この白百合学園はカトリック系の女子校で、一人一人を大切にすると教えられており、早見沙織さんのように礼儀正しくて品がある生徒が多くいます。また幼稚園から大学までエスカレーター式に進学、そして受験倍率はとても高く、公表はされていませんが、おそらく10倍前後と言われているほど人気の学校です。早見沙織さんがお嬢様とネット上で言われているその理由は、白百合学園は屈指のお嬢様学校だからでした。その他にフェリス女学院や双葉学園など全国各地にお嬢様学校はあります。そしてお嬢様学校の特徴は、礼儀やマナー教育を学べること、学費が高いこと、キリスト教やカトリック系、校則が厳しいなどです。校則は厳しいですが、礼儀やマナー教育、そしてキリスト教やカトリック系の宗教も学べ、勉強熱心な先生がいます。さらに白百合学園に通われているのは、有名企業の社長や医師、そして弁護士の娘さんが多くいて、一般の学校と比べると学費が高いことが特徴。一般的に幼稚園にかかる1年間の学費の平均は公立が約17万円、そして私立が約31万円と言われています。そして白百合幼稚園の1年間にかかる学費は約80万円なため、高額なのは明らかです。しかしこちらは1年間の学費だけなため、
その他にも入学金30万円や幼稚園から高校まで制服代、寄付金などが必要。そのため両親はお金持ちで、早見沙織さんはお嬢様ということがよくわかります。そんな早見さんの育ちがいいと言われるエピソードがありました。一般的に学校の挨拶はおはようございます、さようならですよね。しかし白百合学園やその他お嬢様学校は、幼稚園の頃から朝昼の挨拶、職員室に行く時やどんな時にもごきげんようと挨拶が統一されているそうです。そして早見沙織さんがデビュー当時に先輩の下野紘さんにごきげんようと挨拶したエピソードが有名なようです。初めて早見沙織さんと出会った日、事務所の廊下で入所したばかりの早見沙織さん、当時15歳とすれ違った時、ごきげんようと挨拶をされました。僕も生まれて初めてごきげんようと返事を返しました、と下野さんが明かしています。普段なかなかごきげんようと挨拶をされる機会はないと思われますが、とてもほっこりするエピソードですね。幼少期の頃からアニメ好きだった早見沙織さん、小学4年生の頃、母の影響でオードリー・ヘップバーンの映画吹き替えに衝撃を受けたことがきっかけで声優になる決意をしました。そしてなんと中学2年生で声優事務所アイムエンタープライズに所属。また早見沙織さんは幼稚園から高校まで白百合学園に通っていましたが、お嬢様学校を転校。その理由が芸能活動を行うためでした。早見沙織さんが通っていた白百合学園は一般の学校よりもかなり校則が厳しいです。その当時緊急時以外は携帯電話を使用することも禁止され、もし使用していることが発覚した場合、先生に没収されたり反省文を書いていたほど。しかし制服の着崩しやメイク、髪の長さが肩まで伸びたら結ばなければいけない校則は現在も続いています。そして2007年、声優を目指していた早見沙織さんは高校1年生でアニメ「桃花月誕」の川壁桃花役でついに声優デビュー。このアニメのエンディング曲「この世界がいつかは」は15歳とは思えないほどセクシーな歌声で、歌唱力もすごいと絶賛する声がその当時から多数寄せられました。しかし早見沙織さんが声優デビューと同時に白百合学園を転校した理由は芸能活動を行うため。そして白百合学園高校には短期間通ってその後都立高校へ転校したと考えられますが、残念ながら学校名は公表されていません。ネット上では都立豊玉高校や都立富士と言われています。また以前ラジオ番組で高校の卒業式の日、男子が泣いていたと早見沙織さんご本人が明かしていたため、驚愕であることは間違いないようです。ちなみに白百合学園には松たか子さんや高田真由子さんなど多くの著名人が卒業しています。著名人の卒業生を見ても華やかで上品な雰囲気をまとった人が多いイメージです。また早見沙織さんの幼少期からの習い事も裕福な背景を物語っています。ピアノ、絵画、歌、水泳、テニスなど、どれもお金持ちを連想させる趣味やスキルが揃っています。また一人娘として育てられたこともあり、両親からの愛情を一身に受けて成長しました。早見沙織さんが自然な上品さを備えているのは、その学歴や習い事の影響もあるのかもしれません。実家がお金持ちなのではと話題の早見沙織さんですが、両親の職業に関する噂も絶えません。中でも多かったのは実家は料亭ではないかという噂です。ですが早見沙織さんの実家が本当に料亭なのかについては今のところ真相がはっきりとしていません。料亭といえばお金持ちや伝統的な価値観を持つ家庭が多いとイメージされる方も多いのではないでしょうか。そのため両親が料亭を営んでいるという噂が本であれば、早見沙織さんの実家がお金持ちというのもうなずけます。詳細は分かりませんが、これからも早見沙織さんの活動や発言に注目して、実家に関する新しい情報が明らかになるのを楽しみに待ちましょう。3人目は上坂すみれさんです。スター・トゥインクル・プリキュアのユニ・キュアコスモ役をはじめ、
うるせえやつらのラム役など人気作品のキャラクターを多く演じている上坂すみれさん。ロシア好きで有名な上坂すみれさんですが、ネットにアップされた上坂すみれさんの実家が豪邸すぎるとファンたちの中で話題になりました。ファンたちの中でお嬢様と言われるほどの豪邸を実家に持つ上坂すみれさんですが、本当に豪邸なのか気になります。調べてみると多くの写真がありました。実家の写真を見る限り確かにすごそう。大きなシャンデリアが目立ちます。一般家庭になかなか大きなシャンデリアはありませんよね。上坂すみれさん自身どことなくお嬢様な雰囲気を醸し出していますが、このような写真を見るとなおさらお嬢様感が強まります。他にも家の中なのにどこかのホテルや博物館みたいな階段の写真があります。犬の大きさと階段を比較しただけで一般家庭の 1.5 倍ほどは階段の幅が大きいようです。このように上坂すみれさんの実家がかなりの豪邸でありお金持ちなのが伺えます。見るからに豪邸である。上坂すみれさんの実家は一体いくらくらいなのか想像もつきません。正確な値段はさすがに分かりませんが、おそらく1億円はされると考えられます。誰が見ても驚くような豪邸に住んでいる上坂すみれさんですが、果たして上坂すみれさんの父親や母親が一体何の仕事をしているか下になります。一般的な会社員ではおそらく建てられないような豪邸のため、ファンたちの中ではどこかの社長じゃないかいや政治家かもしれないなど、いろいろな憶測が飛び交っているようです。結論から言うと正確な情報はなく、父親母親ともに何の仕事をされているかは分かりませんでした。母親に関しては全く情報がありませんが、父親に関してはこの人が上坂すみれの父親じゃないと噂されている人物がいます。その人物とは上坂直之さんです。上坂直之さんとは株式会社ナンバーワンの創業者になります。株式会社ナンバーワンとはオフィス設計コンサルやシステムサポートを行っている会社です。他にも株式会社上坂グループという会社も設立した過去を持っているようです。上坂すみれさんの父親が上坂直之さんであれば、あの豪邸も納得できます。大人気声優の上坂すみれさん、今後の活躍にも期待です。4人目は三上しおりさんです。ゆるゆりの赤座あかり役をはじめ、進撃の巨人のクリスタレンズ役など人気作品のキャラクターを多く演じている三上しおりさん。三上さんの実家は青森県内でも有数の自動車整備工場であり、父親もダートトライアル選手でもあります。そんなお金持ちの実家を持つ三上さんは、主な特技に幼少から習っていたピアノがあります。ゆるゆりのライブイベントでは約5000人の観客の前でソロの弾き語りを披露したことがあります。また三上さんの夢は自動車でギアチェンジしながらドリフト走行すること。三上さんの普段の姿と結びつかないこの夢にはお父様の影響があるようです。実は兄も選手で出場することがあるダートラ一家。三上さんは SA2 優勝北村和弘選手の大ファンだったそうです。人気声優の三上しおりさん、今後も目が離せません。5人目は桜彩音さんです。五等分の花嫁の中野四つ葉役をはじめ、僕のヒーローアカデミアのうららかお茶子役など人気作品のキャラクターを多く演じている桜彩音さんです。桜彩音さんは東京都渋谷区恵比寿出身です。実家の詳しい場所は公表されていないため分かりませんでした。桜彩音さんは父親が300万円の時計を買った、アメリカやハワイによく行っていたなどと明かしており、実家はお金持ちではないかと噂されています。実家がどれだけの豪邸かは分かりませんが、桜彩音さんのエピソードからかなり裕福な家庭である可能性が高いですね。調べてみると桜彩音さんのお父さんは一般人です。名前や年齢、職業、顔写真などは公表されていません。一部ではお父さんは映画プロデューサーの桜勘次郎さんではないかと噂されていますが、桜彩音さんは名字が芸名であるため桜勘次郎さんとは関係がないようです。また桜彩音さんのお母さんも一般人です。名前が忍さんであること以外はお父さんと同じく情報が公開されていません。
さくらあやねさんはラジオ番組でお母さんが2度蜂に刺されたことがあると明かしていました。陰で支えてくれている両親の存在を力に、これからも声優としての活動を頑張ってほしいですね。6人目は小倉優衣さんです。神様のメモ帳のアリス役をはじめ、老キューブの袴田ひなた役などで知られる小倉優衣さん。小倉優衣さんの実家についてはお金持ちなのではないかといった噂があります。というのは、小倉優衣さんがアップした写真に写っていた実家は玄関がとても立派でおしゃれな洋館だったからです。また洋館風の建築でありながらも、自宅には和室もあり、豪華な料理がずらりと並んだ写真を小倉優衣さんは公開しているので、小倉優衣さんの実家はお金持ちだといった噂がネット上に出てきたようです。そうしたことで、小倉優衣さんの実家の父親の職業もお金持ちで高年収な仕事ではないかといったような推測をする方もいるようですが、小倉優衣さんの父親の具体的な職業については分かっていないようです。小倉優衣さんの母親は教育熱心な方だったようで、小倉優衣さんが子どもの頃からいろいろな習い事やお稽古事をさせていたといいます。小倉優衣さんはお稽古が大変と思ったこともあったみたいですが、ひょっとしたらこうした経験が現在の仕事をする上で役に立っているのかもしれませんね。小倉優衣さんは自分を育ててくれた父親や母親にとても感謝しているようです。お稽古や習い事はお金がかかるものです。お金に余裕がなければできないですよね。人気声優である小倉優衣さんの今後にも目が離せません。7人目は戸松遥さんです。ソードアートオンラインのアスナ役や、最近ではダーリン・イン・ザ・フランキスのゼロツー役などを務めている声優の戸松遥さん。戸松遥さんといえば、割と初期の頃から言われているご実家の話、戸松カンパニーというキーワードがよく検索ワードにあると思いますが、これは戸松遥さんのお父様が経営されているのではないかとささやかれている会社です。戸松カンパニーは戸松遥さんの出身でもある愛知県の一宮市にある会社で、ここの代表取締役が戸松邦夫さんです。主に不動産賃貸や仲介業、ホテルコンサルタントなどの業務を行う会社で、一宮シティホテルや小牧シティホテル等はこの戸松カンパニーが経営しているものです。なんでこの会社の社長が戸松さんのお父さんだと疑われているのか、いくつかあるのですが、出身が同じというのがやはり一番疑われる要素の一つです。同じ戸松姓くらい、そりゃ近くに住んでることもあるでしょとなりますよね。しかし2011年の4月に、その戸松カンパニーのホームページ内に隠しリンクで戸松遥さんのオフィシャルウェブサイトがリンクされていることが判明し、一気に2人の親子関係にあることが有力になります。騒動から少ししてリンクは消えており、現在もありません。普通に考えれば、社長であるお父さんがサイト内に遊び心でリンクしたということになるでしょう。不正アクセスでサイトのコードをいじった可能性もありますが、そんな低い可能性よりも前者の方がよっぽどありえます。この件に関して戸松カンパニーや戸松遥さんらからは何の公表もないため、結局のところ分からずじまいですが、有力な情報です。ちなみに判断材料としては全く弱いですが、2010年に3ヶ月にわたって行われたスフィアの初ライブツアー、スフィアーズリングスライブツアー2010では、ご両親も8公演中3公演見に来てくれたと話しています。またその後ご両親と久兵衛という銀座の高級寿司店にて食事をしたとブログで書いてあったんですが、超有名高級寿司店ですし、お祝いとはいえ一般的な人が何も考えず入れるほど敷居の低い店じゃないので、金銭的に余裕があるとみて間違えなさそうです。また戸松さんが通っていた金城学院は愛知県名古屋市にある私立の女子校で、6年間の完全中高一貫校です。なので中学卒業後はそのままエスカレーター式で進学しています。私立の女子校で一貫校というのは、学費もなかなかに必要なようです。今後の戸松遥さんにも目が離せません。いかがでしたか？今回は実家がお金持ちな声優7選をお伝えしました。
幼い頃から声優になろうと習い事や稽古、子役としての活動などをしている人は大体お金持ちであると言われています。金銭的な余裕がなければ声優になれないというわけではありませんが、声優業界にはお金持ちが多いようです。活躍の場を広げている声優、これからも声優たちの活躍には目が離せません。期待して注目していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。